注目の海上タクシーで味わえる手軽な海の散歩、湘南の絶景ポイントや海からしか間近で見られない名所も。今年3月に運行を開始した海上タクシーで初夏の湘南を満喫します。住田アナウンサーがやってきたのは神奈川県の人気観光地江ノ島。ここから葉山マリーナまでわずか30分。今回は船上でいくつもの絶景を楽しみつつ、新鮮な海の幸や絶品スイーツを味わいます。まずは江ノ島で乗船前の腹ごしらえ。その発着場周辺には新鮮な海の幸を味わえる多くの店が。プリッぷりです。うん、手軽に磯のグルメを楽しめる江ノ島。ドルドルです。あっという間に口の中でなくなっていっちゃうんですよね。腹ごしらえが済んだら、今年3月に建設された発着場から葉山へ向かいます。初夏の湘南の海を案内してくれるのはクルーの上野美優太さんです。これが海上タクシー。そうですね、アクティビティとしても楽しんでいただけますし、交通手段としてもご利用いただけるような、海で船に乗るっていうのが非日常感を味わっていただけますので、まあ、多くのお客様にご利用いただいておりますね。最大10人の乗客が乗船可能な小型クルーザーファルコン。乗船客は海沿いの道路渋滞を回避することができ、江ノ島から葉山まで3000円で乗ることができます。ちょっと揺れる船内へ。乗船者には救命胴衣の着用が義務付けられています。行ってきます。海上タクシーの大きな魅力は海からしか見られない絶景を楽しめること。さあ、どんな名所が待っているのでしょうか。船に乗らないとね、この低さから灯台見上げることないですもんね。あー、どんどん岸が遠くなっていきます。江ノ島、この角度から見たことないです。いい感じに揺れてる、はいはい、非日常を感じられる海上タクシー、あの日本一の姿が見られるポイントに。ところが本来、晴れてると左側にですね、富士山がすごいくっきり。そうなんです、はい、確かに山の輪郭は今もうっすらと。空気が澄んだ日には江ノ島と富士山の豪華なツーショットが。船が進むとクルーの上野さん、まあ、よく紹介するのが、はい、江ノ電の鎌倉高校前で行くとか、はい、海が目の前に広がる江ノ島電鉄の鎌倉高校前駅といえば、この近くにある踏切がアニメや映画で登場。外国人観光客などで大混雑です。香港からです。はい、綺麗です。そんな有名スポットの光景、海上タクシーから見てみると踏切周辺の人だかりが確認できます。さらに湘南ならではの絶景も。それは相模湾に突き出した高さおよそ45メートルの断崖、稲村ヶ崎。江ノ島を近くで望める有名なポイント。そんな稲村ヶ崎で新婚カップルが。江ノ島でお付き合いしたんですけど、江ノ島が見えるところがいいねっていう話になりまして、はい、ここに決めました。どっち実際に付き合いした。いや、もう本当にもう綺麗ですし、もう今すごく幸せです。
新婚夫婦が記念撮影に選んだ風光明媚な稲村ヶ崎。しかし海上タクシーからは荒々しいまた別の景色が見られます。あそこの周辺が一番結構浅瀬になっているので。そうなんですね。でより波が立ちやすく、まあ、浸食されているような感じ。そういうことなんですね、はい。海上タクシーのスピードは25ノット、時速45キロ以上。一番人気のあの観光スポットも間近で見ることが。昭和の有名スターのゆかりのものがあります。何ですかね。皆さん、裕次郎灯台っていう愛称で親しまわれてます。湘南を象徴する景色の一つ、葉山灯台、通称裕次郎灯台。俳優だけでなくヨットマンでもあった石原裕次郎さんの三回忌である1989年に建設されました。海岸からおよそ700メートルの沖合に立っていますが、海上タクシーでは目の前で見ることができ、乗船客からも一番人気のスポットとなっています。江ノ島から葉山までの30分間のクルーズ。すると上野さんから美味しい情報が。相模湾は、回遊魚がすごい入ってくる場になりますので、はい、海の幸がとても人気のエリアでもあります。ここにも、食堂がありまして、はい、そこではたくさんの海の幸を味わっていただけます、はい。そしていよいよ海上タクシーは終点の葉山マリーナに到着。いやー楽しかったです。30分あっという間でした。上野さんの情報をもとに朝どれ海の幸を求め、葉山町のお隣逗子市西部にある小坪漁港へ。休日には行列必至の人気店魚佐治にやってきました。お待たせいたしました。お任せのお刺身の盛り合わせの定食になります。ありがとうございます。取れたばかりの魚から厳選したお任せ刺身定食。この日は近隣の漁港で水揚げされたメバチマグロと小坪漁港のアオリイカにイサキとタイの4種になります。まずは朝どれのアオリイカから。ツルです。新鮮なんだなってことが本当噛めば噛むほど甘みが増していくんですよね。そして厚く切ったマグロの赤身。本当にとろけるぐらいもうスルスルってなくなってっちゃうんですよね。食後のデザートは葉山マリーナでの絶品スイーツ。リゾート気分が漂う葉山マリーナにあるのは地元で大人気のスイーツの名店マーロ。種類がかなり豊富ですね。常時15種類以上あるプリンが有名です。海が眺められるテラス席でスイーツタイム。お待たせいたしました。こちらが本日のお任せプリンの3種盛りとパウンドケーキの盛り合わせです。美味しそう。3つのプリンが乗ったスイーツを堪能します。わあ美味しい。卵も濃厚ですね。でも硬いんですけどクリーミーさもあるんですよ。海とヨットを見ながら奥には江ノ島も見えます。大自然の中に囲まれてスイーツを楽しむことができます。